ボイムラーの木版肖像画、アルフレート・ボイムラーは、ドイツの哲学者、教育学者、ベルリン大学、ドレスデン工科大学教授。教育哲学者として、ナチス政権下のローゼンベルク教育局や学術局で、指導的な役割を果たした。ニーチェの影響を受ける。オーストリア・ハンガリー帝国統治下の、オーストリア・ヌイシュタット出身。ベルリン大学とボン大学で、美術史を学び、 1914年に、関東の美学に関する論文により、ミュンヘン大学より博士号を取得した。1919年、ドイツ国籍取得。1924年、ドレスデン工科大学で教授資格を取得。1928年、同大学准教授。1929年、同大学生教授。関東の啓蒙理性哲学から、 歴史哲学に転じバッハ・オーフェン、母権の影響のもとに、ニーチェに傾倒。1930年には、ニーチェ著作集12巻を、編集発行した。1933年、ベルリン大学哲学、政治教育学主任教授に就任。同年5月に行った講義、ワイダーデン・イチェン・ガイストでは、出席したほとんどの生徒は、親衛隊の制服を着用し、 針十字の旗を掲げた学生が更新していた。1934年の論文、ニーチェとナチスではニーチェをヒトラーと同列視する考察を行っている。1945年の敗戦後、ハンメルブルク収容所と次いで、ルートビヒスブルク収容所に3年間収容された。ボイムラーは戦後にアカデミアに復帰しなかった数少ないナチスの学者の一人である。 ありがとうございます。